さんも反省したんですよ。実は私も反省をすればこの10年間ぐらいほとんど選挙に行ってないんですよ。小選挙区だし行ったって、まあ、僕も比較的政治家知ってるからいつに票入れるのかと思って帰ってきちゃうんですよ。しかしその僕の態度が悪かった。だって民主主義の社会ですから我々が選挙権っていう権利を施行しなければ我々の子供たちが貧困になるのはこれは当たり前ですよ。そのために民主主義ってのは選挙権があるんですから。だから我々は選挙権を発揮しないってことは大変に恥ずかしいことであり、私自身も白状すれば10年間もやってないんだから全く責任があるんですよ。ところがね、社会が不思議なもんで、日本の政治が良くてね、1990年まで日本がどん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 伸びて、ね、それで世界第2位になる国になるまでは実はね、投票率と 85% もあったんです。地方選挙も同じように高かったんです。80から 85% あったんです。我々はほとんど投票に行ってた。ところがね、人間の心って不思議ですね。選挙権はそういう時は発揮しなくていいんですよ。政治がいいんだから、今の候補者でいいんですよ。ところが政治がどん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 悪くなって、もう全く消費税は上がっていく、収入は上がらない。そうなっていってね、国民は今度は逆に投票に行かなくなった。いや、これはどういう原因か、日本が、まあ、民主主義っていうものにまだこう慣れてなかったのか、まあ、僕なんかも反省すると政治が悪くて候補者が悪くなるから行かなくなったんですよ。僕はそれまでは投票したい人がいたわけですよ。だからその人に投票してたけど、選挙区に行っても投票したい人がいないから俺あんなのには投票できないって下がっちゃった。っていうことはどういうことかって言ったら、自分が民主主義で権利を持ってるのにその権利を発揮しないで悪い政治の方に行っちゃった。それは何でか、僕のことだけを考えたからですよ。僕にも子供もいて、僕に子供いなくたって日本に子供がいればそれはそうだけど、日本の子供と日本の孫のこと、日本の若い人のこと何にも考えなかった。正直言えば、まあ自分はこれでいけるからまあいいやと、あの選挙の人には投票しないよ、そうなっちゃったんです、僕自身が。だからもう非常に反省してるんです。で、僕はもう非常に年寄りで、もうあと、最近誕生日祝いをみんながやってくれるんですけど、あと、1週間も経たずに80歳なんですが、もう全然関係ないですよ。ね、このままね、この世を去ってね、子供たちに悪い社会なんか残したくないですよ。ここは頑張るだけじゃない。それからね、それだけじゃないんだ。時間はどうですかね。もう一つ、それが一番大きな理由なんです。やっぱり日本が衰退して死んでいくのは残念ですよ。だからやっぱりここはね、やっぱり今まで自民党に入れてた人も別の党に入れてた人も今の政治見れば分かるんです。詳しく別に文句言わなかった分かる、欠点を指摘しなかった分かるんです。1200万の収入があるはずなのが460万であり、会社がどんどん潰れていって、もう日本の会社、具体的にもっと言えばね、と大阪この前行きました。それで応援演説いろいろしまして、あそこはね、太陽光発電のでかいやつを作ってるんです。作ったの。上海電力ですよ。中国の。別に中国が憎いわけじゃないですよ。だけど日本に雇用が減ってる時に、中国の、太陽光発電入れたらどうなるかって言ったら、土地とか海は全部中国に供給して、日本に降り注いでる太陽で動植物は生きてるのにそれを奪って、そして中国からパネルを持ってきて、パネルは中国ですから、これで太陽光発電を起こすと、これキロワットアワーあたり30円かかるんです。今30円かかるんですよ。将来はどうにしても今は30円かかるんです。将来も30円から下がらないと僕は思ってますけども、これは推定ですからね。今は30円かかる。日本の電力会社が石炭を炊けば10円ですよ。この電気代がどん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 我々のしかかってくるわけです。それですっかり衰退しちゃったのがドイツじゃないですか。もうドイツは立ち上がれないぐらいになりました。だからそれも我々の判断です。国民の判断ですよ。それからもう一つは今度 IR っていう外国の、あれ、博打を入れてやるじゃないですか。あんなことやってどうするんですか。だって今でも問題はちゃんとした働き場所がいるっていう時に IR を作って博打をやって、
ルーレットっていうのはね、僕も何回かやったことあるけど、あんな、まあ、本当に努力も何にもない、そういう博打はね、日本人には絶対ありませんよ。だからあそこで失った日本人の金は全部外国に行くわけですから、IR も外国企業誘致ですよ。それも一番悪いですよ。日本人に合ってませんよ、あの、博打なんていうのは。やってもいいですよ、社会には必要だけど。そんなものをね、大阪府とか大阪市なんかが国を挙げてやるような仕事じゃないですよ。しかし、それもみんなが賛成してるんです。それからもう一つも、僕大阪行ってびっくりしたのがね、幼稚園無償化とか言ってるんだ、政党が。幼稚園無償化っていう限りはね、そう言ってる人がお金を出さなきゃいけないですよ。あれ無償化って違うんですよ。我々の税金をただそっちに回すっていうだけですよ。俺が議員になって権力を持てば、お前らの税金を俺の勝手に使えますよってことですよ。で、僕個人的なこと言えないけど、どっかのここら辺の近くの若い人が今度立候補しようとしてる。そう、立候補しようとしてる人の政策見たら、大学生なんですよ。大学生の人がね、その人の悪口になるからそれちょっと言いたくないんだけど、それちょっと外してね、社会現象として聞いてください。大学生が大学の授業料を無償化するって言ってるんです。なんだって言って、こじきじゃないかと。ね、俺は大学で勉強したけど、ただにしてくれ。ただにしてくれっていうのはそこで一生懸命働いてる人たちの税金ですよ。だけどそれがおかしく聞こえないんです、もう。当たり前の聞こえるんですよ。何にもかんにも無償化だ。だから税金は上がる。日本はね、日本の税金がね、ヨーロッパに比べて安いなんて言ってる人がいるけど、実はヨーロッパっていうのは平均して公務員の数は 30% から 40% なんです。スウェーデンとかデンマークだったら 50% に近いんですよ。だから税金も高いんです。だけど日本は公務員の比率は人口当たり 10.5% です。公務員の平均給与は普通の日本全国の平均給与がはるかに高いんです。なぜそうなるかって言ったら、それはね、あの、その 10.5% の人が我々全員の、税金を適当にやってるわけですよ。かつて松下幸之助は無税国家っていうのを提唱したんです。これ別に全然不思議じゃないんですよ。産業が発展してきた、産業が発展してきた分だけ民間に譲って、それで税金を減らしていくっていうのが彼の思想だったけど、それが国っていうもんですよね。それから、あと10分ぐらいありますかね。もう一つだけ言いたいことがあるんで、せっかくお集まりいただいたから僕のね、信念を言いますと、それ全体的なことなんですが、実はね、働く女性を輝ける女性と言ったわけですよ。30年前。ね、そして今現在はお母さんがいるでしょ。働いてる女性がいます。独身とか、バツイスの人がいます。女性は自分の人生を自分で選ぶようにしなきゃいけない。国が決めるわけじゃないですよ、女性の生活スタイルを。ね。だけども今は、赤ちゃんを預けて、お母さんが働きに出る人に月20万出してるんです。他は全く支援してないんです。お母さんも独身の女性も、バツイスの人も全く保護はないんです。保護のない人っていうのは、現在ではお母さんと、それから独身女性、バツイチ、ここだけなんですよ。他は例えばサラリーマンであれば、その会社のあれも厚生年金も全部整ってるんです。だけども、女の人だけはないんです。なんでないかっていうと、お母さんが一生懸命子供を育てるからですよ。この世の中でお母さんが一番立派な仕事なんです。なんでお母さんが立派か、当たり前ですよ。ここにいる人も、一人としてお父さんから生まれた人いないんだ。全員がお母さんから生まれてる。人間っていうのは、生活で一番大切なのは命を作るってことです。命を作る仕事っていうのはお母さんしかできないんです。だからお母さんは自分の仕事がどんなに大切かってよくわかってるんです。で、育てるときもそうですよ。ここら辺館長の建物がありますがね。なんかあんまりここででかい声で言うと問題があるんですが、館長の建物ってね、時間が終わると閉まったりするんです。ね。ところが、お母さんの仕事は時間が終わっても閉まりません。夜中に赤ちゃんが急変して苦しんで泣いてたら、お母さんが私7時に起きるとかそれまで待ってくださいって言いません。どんなに夜中でもお母さんは子供をちゃんとしますよ。なんでか。なんでこういう公的なところが就業時間が終わったらすぐ閉まるのに、
お母さんは夜中でもやるか、これ何だと思いますか。これはね、仕事が大切な場合は時間に関係なくなるんです。だからお母さんが一番お金、時間に関係ありません。お父さんちょっとあれだからお母さんやってるからまあいいかなと思う、ね、それから会社でこういうところで一生懸命飲食店やってもう少しでも頑張って飲食やろうと思ってる人はお客さんが一人ぐらいちょっと遅くなったって何とか頑張ってる。だん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 自分自身が仕事が大切じゃないと思ってる人ほど時間になったらピシッと終わるんです。そういう点から言っても我々の認識もお母さんが一番大切だと分かってる。24時間365日仕事ですよ。お母さんの仕事を会社が公募したら誰も応募してきませんよ。この会社は24時間仕事だ、何かことが起こったらもう徹夜全部やってくれ、給料が変わる、まあ、同じ給料だよ、残業代つかないよ言ったらサラリーマン、僕ら男は応募しますか、しないじゃないですか。それだけ立派な仕事をしてるお母さんに何の保護もなくなったのはこの戦後からなんですよ。それまでは戸籍ってのがあったんです。籍に入れるか入れないかっていうのが問題になるのはあれね、我々といい制度なんです。なぜいい制度かっていうと、それは男の戸籍とか女の戸籍と関係ないんですよ。人間っていうのはかわいそうな人もいるからあまりこういうことをテレビとかで言いにくいんだけど、人間っていうのは両親がいつも朗らかでいて、その家庭の中で子供を育てるっていうのが、まあ、一番いいと。別にその他の人もいろいろいる、そういうことができなかった人もいろいろな不幸な人もいる、そういう人はそういう人で十分にケアする、ケアする、そういう人たちをきちっとした人生、不幸な人が自由な幸福な人生を送るためにはちゃんとした家庭の人が繁栄してて、それで社会が行くわけで、誰もが全部苦しんでたらできないわけです。だから日本はどう考えたかって戸籍を作って、そこでお父さんお母さん子供がいて、その中で人間は育っていく、人生を送っていくんだ、それを標準とするんだ。どれが悪いとかどれがどうとかいうことじゃない、人間とはやっぱ標準というのがあるんだ。我々に子供がいなければ我々はもう生きてる意欲がなくなる、ね、だって新幹線なんか作ったって我々に子供も孫もいなかったら50年も経ったらいらなくなっちゃう。そういうことを前提に我々は生活してるわけじゃないんですよ、社会を作ってるわけじゃない。それを代表してるのがお母さん。だから戸籍というのは世界で7カ国しかないんですよ。200カ国のうち7カ国しかない。日本は全部中心です。日本の関係のある国だけです。日本だけがお母さんを大切にしたんです。お母さんの保護システムっていうのは日本の戸籍だけなんです。世界で他は全くやってないんです。ところがヨーロッパなんかのジェンダーなんか持ち出したからもう女性はどん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 ひどくなってるんですよ。ここはやっぱり変えなきゃいけないんですよ。どうしても変えて、僕なんか結婚してもう54年、もう結婚した途端からね、あれですよ、家内に、派遣労働者としてそういうの出されてるんですよ。それで仕事したらね、僕は会社とは僕は契約してるんだけど、もらったお金 100% そのままかね、家内に渡す。だから結婚した当時はありがとうぐらい言ってくれる。そのうち何も言わなくなって、最近ではうついわねなんて言われたりとかして。それでもね、日本の男はそんなケチくさいこと言わないですよ。まあ、そう、男性の役割っていうのは、ちゃんと働いて、それで、奥さんや子供がちゃんと救う。ね、もちろん、だからつって奥さんがどっか働いていったり、自分の個性を、発揮するのに何も問題ないですよ。それは人間としてそれやんなきゃいけない。そういう社会を作んなきゃ。社会は明るくなきゃいけない。そして自分の人生が自分の思うように過ごすように政治をやっていかなきゃならない。だから女の人も自分の希望、こういう風に人生を送りたいったら、それに目指して政治をやらなきゃいけない。老人もそうですよ、老人。老人ね、今ひどい目に遭ってるの、日本の老人は。もう年金が安いでしょ。だいたい定年があるっていう会社は先進国ではほとんどないんですよ。アメリカ、イギリスは定年が全くありません。ね、大体の人は75ぐらい働きます。それからもちゃんと厚く年金があります。典型的に日本に似た国はドイツとフランスですが、定年あります。一応だけど定年は75歳です。75歳ですとまあね、定年があるといってあるしないじゃないぐらいの年ですよ。しかもドイツはね、年金の平均額が75歳から死ぬまでの平均額ですよ、1220万ですよ。で、これ日本とドイツは経済規模同じですよ。ということは日本でも1220万出せるんです。これは現在の政治が国民の方を向いてないんです。
政治家だけなんです。企業とか。本当にそうなんです。だから、経済規模同じなんだから、1220万出せるんですよ。何もけしなこと言わなくていいんですよ。介護保険料取るとか、何でも言わなくていいんですよ。ちゃんとゆっくりと75になったら、まあ別に75まで働けなきゃ働けないで、別に早期退職していいわけですけどね。働けば働く。それも女の人と同じように、自分は僕みたいに若い頃体が弱くて、今頃になって頑張るって人もいれば、いろいろ疲れる人もいるんですよ。その老人なら高齢者なりに自分の希望を達成する。30歳の人間とはね、国から見ると、30歳の人と70歳の人と見ると、30歳は筋肉もあるし、回復も早いし、頭もある。70歳はもう人生になってダメだ。頑固になる。こう見えますよ。国から見れば。だから国から見れば人間の価値っていうのは若い方があるように見える。だけど政治っていうのは本人から見なきゃ。本人から見たら30歳の時の1時間も70歳の時の1時間もその本人から見たら同じ価値なんです。だから同じように幸福を追求して自分の人生を追求していくことができるんです。だけど日本のような政治だと、もう俺70だからなんてこうなる。そんなことないんです。70歳の人も1時間はやっぱり充実した自分の人生の1時間を過ごすことができる。子供もそうです。これは森島先生が、詳しいから僕もあまり言いませんが、今の子供ひどいですよ。だって国語算数理科社会を教えて平均点取るんです。なんで人間が平均点に関係あるんですか。だって例えばね、スポーツで言えばはっきり分かりますよ。 100m すごく速いと、いやこの子は速いからね、県大会に出してやりたいと言うと誰か意地悪が出てきてね、あの子供はね 100m は速いかもしれないけどバレーボールできないんだ、スケート滑れない、だから 100m 出すのやめろと。これひどいじゃないですか。あの子はピアノが上手いけどバイオリン弾けないよ、フルート弾けないよ、だからダメだ、ピアノコンクールなんか出すのおかしいじゃないか、全部人間は平均なんだ、そんなこと言う人います。ところが勉強だけ言うんです。算数ができる、国語ができる、それでいいじゃないですか。国語だったら普通に書いてあるものが読めればいいし、算数だったら引き算ができればいいんですよ。アメリカ行ったら引き算できませんから、普通の人はね、75円のものを買って、向こうだったらセントだけど、75円のものを買って100円渡したら引き算できないから25円出さないですよ。で、まず10セント出して、これで85、また10セント出してこれで95、あと5セント出して、これで100ですねって言います。足し算しかできないから。日本の小学校って教えすぎですよ。その子のいいところ伸ばせばいい。足が速い子、算数ができる子ね、それからピアノが弾ける子、それ伸ばさない。だけどもっとさらに言えば、森島先生の思想とは違うかもしれませんが、僕はね、勉強ができるとか足が速いとか何の取り柄でもありませんよ。人間の価値はそんなことで決まるんじゃないんです。人間の価値というのは嘘をつかない、ね、他人の金をせびらない、ね、それから恩を感じる、こういうのが人間として偉い。だから徳川時代までの教育、日本の教育は、その教育というものは知識を教えることが教育じゃない。あと成績がいい人は何でも関係ない。そんなこと言うと先生が文句言うかもしれないけど、成績がいいとか足が速いとかピアノができるなんか人間として大切なことでしょうか。全然大切じゃありませんよ。そういう人は大いに国家のために貢献してくれることは必要だけども、人間として大切なのは嘘をつかないとか人の金をせびらないとか恩を感じるとかいう人間が上じゃなくちゃいけない。それが逆になってる。ここに小学校の先生がいたらぜひ書いてほしいんだけど、小学校では今ね、取り柄ってのを言ってるんですよ、児童に。取り柄って何ですかって言ったら、成績がいいとかね、なんか言ってるんですよ。成績がいい、ピアノを弾けるとか。ほんで大学生がね、なんか悩んでるわけですよ。僕は取り柄がないから。取り柄って何って聞くと、なんか能力があることを取り柄って言ってるんですよ。君違うよって僕言うんですよ。取り柄、人間において取り柄っていうのは、その人間は人間として尊敬できる人間であるってことなんです。そういう点ではお母さん、さっきのお母さんが立派ですよ。24時間365日労働で文句言わないんだから。夜中起こされたって文句言わないんだから。そういう人が偉い。だから偉い人の基準は我々はヨーロッパの影響を受けちゃって変わっちゃったんです。日本はね、神様の一番トップがアマテラス大神なんです。女性なんです。
女性の神様がトップっていうのは世界で日本だけですよ。日本だけです。これは何を言ってるかって言ったら、普通はもうジュピターみたいに筋骨隆々刀持ってるんです。力の支配なんです。日本だけはこの長い間 5万年間日本は力で支配しない。人間は力じゃない。アマテラス大神でいい。あれが象徴なんです。刀では絶対切らない。これで日本の文化は来てるんです。だから平安時代も女性と男性とどうしても差がついちゃうんですよね。女性はやっぱり出産したり子育てがあるから差がついちゃう。だから日本はどうしたか。日本の男女平等っていう考え方は、男と女が同じことするんじゃないんです。男と女が同じことしようと思ったら女性が割を食います。だから平安時代にやったのは、男性にハンディをかけたんです。男性は兵隊に行くこと、他を耕すこと、記録文書を書くこと、この三つだけしかしちゃいけません。あとは女性は何でもしていいんです。こうやったんです。それで日本で生まれたのが紫式部とか清少納言っていう、あれ西暦千年ですよ。西暦千年に筆を取れる女性なんていうのは、日本以外には全くないんです。お前女性だからなんか掃除でもしてるとか飯でも作ってるって、そういう時代に日本だけは文学者が出た。日本以外で女性で筆を取れたのは、紫式部から700年後の17世紀にアフラメンジュ、フランスの文学者が初めて夫が死んでから筆を取った。日本がいかに平等であって、仕事というのを大切にして、人間というのはそういう能力じゃないんだという本質を知っててやった国なんです。だから日本が強くて、有色人種で20世紀の今から100年前は、有色人種の全てが白人の植民地だったのに、日本だけが自分の国を守れた原動力だった。それを今失おうとしてるんです。そこに対して我々日本の親は絶対に立ち上がらなきゃいけない。私はそう思っております。もう時間が来ましたので、これで終わりです。どうも、森島先生もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。